大阪出勤したじゃん。うん。明日。俺も出勤したよ。あ、そうだよね。雰囲気良かったよね。めちゃめちゃいいよね。何がいいってさ、東京組って結構こなれてるじゃん。うん、大阪ってしゃかりきっていうかさ、うん、全力じゃん、ヘルプ。いや、全力だったし、うん、あと営業終わった後に、多分これはユーシーズムみたいに引き継いでるかもしれないんだけど、うん、なんかすげえ聞いてくる。ああ、そうだよね。聞いてくるよね。ウルとかね。あ、ウルとかね。うん、結構画面レベル高いし、その、聞く姿勢っていうか、こうホストで売れたい姿勢がめちゃくちゃ伝わるから、うん、居心地がすごく良かった。そうだね。自分に足んないものがあったなと思った。ああ、そうだね。このハングリー精神。もう極端なこと言えば、大阪に、お前移籍してこいって言われても、いいなって思えるが良かった。あー、なるほどね。大阪の時さ、うん、何択ぐらいよってさ、売り上げとかどうだった？11択ぐらいだね。お、結構呼んだね。誕生日もあったから、あとほら、YouTube 見てくださる方、関西の人多くて。あ、そうなの？ほとんど関西なの。意外と関西の人も多いよね。おいおいおい。だけど東京に来れずに、なんかこう、来れずじまいだったから。あー、そう。大阪に行くことによって、なんか会いに来てくれたみたいな。うん、そうだね。それこそ本当家庭があって、うん、普段その東京までちょっと足を伸ばせないけど、まあ大阪だったら行けるよねみたいな方が。ああ、なるほどね。そう。月1ぐらいで、うん、大阪行きたいなと思ってるけど、今ローランドグループってゲスト出勤みたいな形であるでしょ。うん、そうだ。あんまりこう行きすぎるなじゃないけど。それこそ今日ウル来たよね。8択ぐらいみたいな。すごいね。俺もかぶせてめっちゃ呼んでちょっと売り上げ上げようかなと思ったんだけど、うん、負けました。あ、ウル強いんだ、うん。めちゃめちゃ伸びるでしょ。ただね、これ、いいこれぶっちゃけ、うん、お金が集まるのは歌舞伎町だと思ってるわけ。だから俺は歌舞伎町で勝負しようとかさ、うこうホストクラブって言ったら、うん、ごめん、申し訳ないけど、これ鼻につくかもしれないけども、大阪よりも歌舞伎町っていうイメージがあったわけ。まあ、本場っていうかね。本場っていう。うん、だから、どこまで行っても、大阪は歌舞伎町二番煎じっていうイメージはあったわけですよ。俺らがこう、こっちで、ね、4、5億、6億とか作ってる歌舞伎町に比べたら、うん、向こうの最高って確か2億とか、そのぐらいだったんだけど、うん、で、大阪は、ね、バカにするわけではないけども、数字が物語ってる部分もあるじゃん。お笑いで撮るとか、イメージだよね。ホストで、やっぱこう、勝負するってなったらどうなのかなっていうのはちょっとあった。なるほどね。じゃあ明日から大阪デートするじゃん、うん。売れると思う。東京のホストは大阪で売れる？求められてることは違うかもね。あ、なんなん向こうは。その場の楽しみ。ほんとっすか？じゃない？色濃い本命とかじゃないですか。東京は表面上アイドル。うん、一応、一応。ちょっと、ちょっと聞いてる。大阪は、指名の方もいるけど、本当にこう担当を伸ばして潰したいとか、笑いたいとか、だよね。ぶっちゃけ言っていい、うん、俺、大阪のホストこそゴリゴリ本命で、エース級みんな持ってんよ。だから、やっぱり一人一人みんな囲ってるじゃないけど、やっぱエース級。お笑い系と見せかけての、そうそうそう、だから。お前笑っとるんちゃうよ、みたいな。そう、わかんないよ。俺も大阪で働いてないからわかんない、うん。俺の憶測だけど、もう表面上はめっちゃお笑い系で、めっちゃ楽しいですよ。でも、内面は氷山のこの本質の部分は、やっぱり東京と変わらない、うん。なるほどね。っていうのは、やっぱりザ・ホストみたいな感じ。ちゃなかったら何百万とか使わんくね？うん。絶対無理でしょ。俺、じゃあこれ、マジな本音。このままじゃシック泣けるなと思った。パッションが大阪の方が強いと思った。うん、これはシックを下げるわけでもないけど、俺出勤した時さ、話聞かせてくださいって、何人に言われたよって話じゃん。うん、ヘルプついても、分かる。自分の売り上げにならないのに散々盛り上げてくれて、うん、こんな営業後に人が集まってきて、どうやってやってるんですかとか、そのパッションが多分いずれ、まあ、シックを抜くんだろうなって思っちゃった。シックはね、どっちかって言ったらね、なんかちょっとこう、タイプが違うもんね。まあそうだね。うん。シックにはシックの良さがすごいあるしね。でも俺はやっぱり、ないもんねだりかもしんないけど、うん、クラブ大阪に対してはめちゃめちゃすごいと思った。これはユースさんがいるからごまっすってわけじゃないけど、マジで負けると思った。ああ、確かにね。このまま言ってたとしたら、うん、ローランドグループの中で、いずれトップになるのは大阪店かなと俺もちょっと思う。うん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 、マジで売り上げ以上にいい経験だったと思わない？大阪って。うん、あんなにみんながガメつくて、ま。そうだね。ホストに対してガメつくて。うん。バカみたいに飲んで。うん。ね。確かに。あとは来てくれる姫たちが素敵でした。はいはい。いや、もちろん、大阪さ、絶対東京の人行った方がいいよね。めちゃめちゃいい勉強だったよ。でもグループからね、みんながみんな行けるわけじゃないらしいから。ああ、そうだね。うん。やっぱ選ばれる。定があってね。うん。大阪から来るとしたら、ウル、ユナ、で、もう一人、うん、あの、山田涼介君みたいな。ああ、山田涼か。
あの子、まあ普通に美人いいから、でやっぱりそこら辺とかの見た目がいい組は、まああとそこに努力とかいろいろ噛み合ってきたら、自然とこう来るんじゃないかなとは思ってる。ゆうなくんもファッション系でいいよね。椿ゆうなね。クラブ一緒か。そうそうそう。入店初日に1000万売り上げてくる。あ、すごいね。実力はやっぱすごいね。あるね。あるね。まあ求めてるのがやっぱり、やっぱ何億とかやっぱ売りたいって言ったから、やっぱりそこはローランドグループのメディアの力とか、そういうの組み合わせてやっぱ売りたいって言ってたから。大阪組のバトルイベント楽しみだね。どれだけやってくる。いやー、ちょっと怖いね。ここは予測がつかないんだけども、やっぱりセルティア、ね、ユーシー、この二人は ね、やっぱりこう外せない。セルティアも化け物だからね。化け物だって。化け物だよ。さっき、この、はい。ね、YouTube 撮ってない時聞いたら、1日だって普通に8択とか。いや、めちゃめちゃすごいよ。次元が違う。次元違う、うん。今年だって日本一取り行くつ、ね。まあでも今日本一だもんね。今実在で、もうあれなんだ。そうそうそう、日本一なんだ。で、上半期で2億とかでしょ。まあそうだね。もっと売ってんじゃないかな。もう、去年の俺の記録抜かされた。全然ね、彼はね、うん、悔しいと思えないぐらいすごい。なるほどね。自分が高校球児なら大谷翔平と戦ってるのに。あー、楽しいね。なるほど。だからそこでやっぱセルティア有志で、あとは大阪から、やっぱこう実力のある奴らが来て、そうだね。でまだまだやっぱ大阪組は勝たせられないなっていうのもあるから、本店としてもやっぱ意地見せないのかなと思うんだけど。本店が今一番やばいから。いやー、もう本当ね、本店の立ち上げはね、今大変なんですけど、ホストって難しいな。まあそうだね。アベレージでずっとこう売れてるかもしれないけども、うん、先月1000万とかだったけど、じゃあ、アベレージ3000万、4000万売りたいってするじゃん。見えないし、無理やもん。そうだね。でも売りたい。どうしたらいいのかなと思って、努力量だけじゃ補えないといけないのかなっていうか、そっから逃げないやつが売れるんだろうなってね、あれよね。TikTok 最近やってるじゃん。ホスト業界が、初回がなしになったりとか、この出稼ぎとかね、そういうのが禁止になっていくから、ほとんどのホストが、まあ、TikTok に流れたじゃん。で、多分だけど、まあ、YouTube なんて、YouTube ライブとかするホストはほとんどいないわけ。だって YouTube でまずプラットフォームとかさ、できてないからさ、TikTok で、お客さん来んの？来ると信じてやってるよね。来てんの？まあ、いや、俺は来てないけど、本質的なところってさ、目の前の女性だったりするよね。意外とね。変わらずさ、来てくれるってさ、足を運んでくれてって言うんですよ。YouTube やるとさ、俺やる前とちょっと変わったのは、YouTube やると来てくれる人のありがたみがより感じるよね。あー、初回とかじゃないからね。そう。いきなり自分を選んでくれる。そんななかったじゃん。昔はさ。自分がね、何万になりたかったら、それで初指名でね、だってオールコールだったり。いや、そうよ。そういうのもね、それそう、そんなのさ。自分の気持ちが伝わってくれてるなってのさ、分かってくれて。ローラーのグループで、こう投げ銭システムを導入したじゃないですか。で、投げ銭集まってますか？いや、最近まあ、それとなく。配信やってる？結構やってるよ。1日どんくらいやってんの？まあ、1、2時間やってるかな。どんくらい集まったん？ 1 日。測ったことないけど、1時間3から5万ぐらい。1時間3から5万でしょ、俺さ、これ、自分の配信でも言ってからあるんだけど、1日3時間もやって、3万から5万しか集まんなかったら、1人に時間使った方がよくね、マジ、これぶっちゃけ。投げてくれちゃう。これ、すごいガチな話っすよ。ちゃんと伝えておくっていうか、俺らのリアルな気持ち言っておかないと、だっていつまでも配信できるかわからないじゃん。まあ確かにね。俺はちゃんと配信言ってるよ。自分の、もし、投げ銭がね、もう本当に数百万とかもう額が少なくなってきたら、俺はもう配信やんない。だとしたら、自分の時間を一人、ね、他の姫とかに時間使った方が。いや、すごい、なかなかぶっちゃけやね。ぶっちゃけ、これだって俺別にボランティアでホストやってるわけじゃないじゃん、そもそもが。で、ホストでナンバーになりたいとか、夢を叶えたいとか、ね、こうもっとし、だから成功したいとかさ、それお金もそうじゃん、とかで。別に稼ぎたくないわけじゃないじゃん。ね、しっかりもっとこう成功して、ホストで成功して、次のステップも行きたいとか、いろいろ夢があるわけで、ホストやってて、そのなんか、自分の時間を切り売りして、しかも今のこの自分の見た目だったり、発言とかって、別にそんな努力を見せる必要はないけども、いろんな経験があっての自分なわけじゃん。投げ銭できない人は別にしょうがないとして、別に誰々とか別にないよ。そんな個人的あれはないんだけども、その高いお金を払って会いに来てくれる姫たちもいるからこそ、だからただとか、そのなんか安いお金とかで、当たり前ってなるのがすごい嫌だな。自分を安売りしてるっていうか。なるほどね。
俺だって1対1で関わってきたじゃん。うんうん、指名くださる方が増えてくるわけじゃん。うんうん、俺の感覚は、うん、まあその配信見てくださる方も、まあ、実際指名してちゃんと通ってくださる方もいて、うんうん、一斉に電話してる感じかな。イメージ。あー、そう。なるほどね。投げ銭もそうなんだけど、実際その中にはお店来てくれる人たちもいて、うんうん、その人たちに、まあ、自分との、まあ、電話じゃないけど関わる機会が、うん、まあまあすげえ言い方悪いけどまとめてできる。ああなるほどね。そこがすごく難しくて、うん、でやっぱり細たるもこうお店に来て会いに来てくれるのが、うんうんまあ、一番なわけじゃん、うん、投げ銭が集まんなくなったら、うん、集まんなくなったで別に俺はそれでいいの、うん、もう俺は潔く、うん、もう自分に価値がないんだなと思うから、うん、自分のライブ配信とかトークとかね、うん、見た目とかがもう衰退してきてなんかもうダメなんだなと思ってそれはもういいよ、うん、それはそしたらもうさ別にさ、うん、投げろとかないし価値があると思って魅力があると思ってさ応援してくれてると思うから、うん、そうだけどやっぱりさそこの線引きじゃないけど、うん、ある程度さ自分の中で、ね、集まんなくなったらちゃんとまたシフト、ね、ちゃんとホストじゃないけどさ、うん、変えないとあれなのかなって俺は配信に言ってるんだけど、うん、君たどういう風に思ってるのかなっていうのを聞きたかった。俺らってさ、マジでさ、まあ、同伴アフターっつうの、マジでしなくなったじゃん。うん、ごめん、これ俺ね、アフターとか同伴してんの。俺はね、うん、結構するのじゃん。全くしない中で、指名できてくれてるのっていうのは、自分と接触する回数、まあ、接触するタイミングが、配信でもあるのかなとも思う。心が離れないでいてくれるのは、そういう配信があるからこそ、うん、近くに感じてくれてるのかな。ああそれもわかる。これめちゃめちゃマジな。ああそれもわかる。俺もそう。俺こんなことストーリーで言ったりしないんだけど、うん、配信終わった後に同伴もするし、営業終わった後にアフターもするし、俺転売もするから。配信。でも、やっぱりそこはちゃんと区別はちゃんとする。転売する基準って何？オールコール。オールコールって別格だよね。別格。うん、まあそれはわかる。俺は、だって自分に対して、やっぱり俺はホストしかもう生きれないってもう自分でわかってるからこそ、ホストで結果出したいし、でそこの自分に対して価値を感じて、こうさ額がすごいじゃん。うん、ね、普通じゃオールコールはね、150万からでさ、それは超わかるわ。その大金をね一瞬の合わんだけどさ、うんうん、自分に対して価値を感じてやってくれる人っていうのは俺の中でやっぱり一線やっぱり特別扱いをしたいっていうのがある、うん。そうだね。配信だったりとか別に言う必要もないじゃん。うん、あんまり言わないけど。うん俺からしたら特別ですよ。そうだね。俺コーラーそうだね。これがホストですからね。そうだね。この世界は綺麗事だけじゃやっていけないしね、うん。そこをどこまでオープンにして言えるかっていうのもすごく難しいと思うんだけど、うん、やっぱり YouTube があるからこそ、ちゃんと事実も、俺はね、やっぱ人によってさ、いろいろ、ユミともちゃんと言うと思うんだけど、うん、やっぱりね、そこは綺麗事なしでね、言ってくれないとあれかなっていうのはね。アイドルじゃないからね。うん、そう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 。って感じで。はい。今回は大阪での話しました。はい。チャンネル登録。はい。グッドボタン、コメントもね、ぜひお願いします。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。